はい、駅の中に入ってきます。本当だ、肥後横浜市場みるみるランド。はい、熊本市内に戻ってきました。レイナさんはもうお眠いです。大丈夫です。割と近かったですね。そうですね、帰りは乗らないでも済んだので、乗らないっていうのは高速道路にも乗らなくて、よく気づきましたね、済んだので、あれ場所がなかったですよね。ずっと下道だったんですけど、でもね、割と快適なドライブだったと思います。もう本当街中って感じになりました。熊本市内はもう本当街中です。今現在6時46分ですが、まだまだ全然明るいですね。はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。こちらに日本レンタカーさんで、日本レンタカー駅前、新幹線口。はい、今ね、熊本駅、そっちがね、日本レンタカーで今車置いてきて、ここに歩いてきて、パッて見たらすごい大きくて綺麗な駅なんですよ。熊本駅です。ここにね、熊本駅って書いてあります。新幹線も通っているらしいんですが、とりあえずここでまず駅のところで作戦会議をしてから行く場所を決めたいと思います。くまモンとこんな感じでたくさんのコインロッカーが駅前は並んでおります。綺麗ですね。なんか本当出来たてなのかなぐらいの綺麗さです。で、あそこがねロータリーになってて、皆さんそこから出入りされてます。おー、うどん屋さん。はい、駅の中に入ってきます。あー、本当だ、肥後横浜市場。最終日かな。そうですね、この辺は最終日で。そして駅の中もね、また広くて綺麗ですね。明るいですね。うん、こっちが九州新幹線乗り場です。はい、今ですね、熊本駅の反対側の出口に出てきました。こんな感じでね、すごいめちゃくちゃね、こっちとかもすっごい広いんですよ。広場みたいな。で、ここがね、駅なんですけれども、在来線があって、で、ここがね、スタバとかなんですが、ここから私たちが今回泊まるところがですね、よく歩いて26分、お腹をね空かせるために今日ずっと車に乗りっぱなしだったので、歩いて行って、はい、ちょっとね市内観光しがてら行ってみようかと思います。はい、この広い広場があるなと思ったら、いきなりエスカレーターがドーンってありますね。エスカレーター来ました。エスカレーターって屋根があるところですね。あ、本当だ。ここから見ると分かるのかな。クマモン、ボール持ってるクマモンです。本当クマモンどこにもいるよね。ねえ、どこでもクマモンですね。すごいんですよ。で、あそこに路面電車が止まってますね。路面電車は健在です。はい、で、今上がってきたのがこちらなんですけども、ライトアップされてて綺麗な橋ですね。あ、ちょうど路面電車来た。はい、ここにちょっと乗ってみたいなって思うんですけど、路面電車の駅です。静かだね。だから割とさ、この辺は静かで、静か、市街地がやっぱちょっと離れてるらしいですよ。そうなのでね、だから繁華街ではないんだよね。新幹線が止まるとこだよっていう。はい、九州の人たちにとっては路面電車は当たり前の、ね、感覚なんだろうけど、うちらもような関東にいる人間からすると、すごい新鮮だよね。新鮮。普通の道を電車が走ってるんだよ。そう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 。またかっこいいですしね、なんか雰囲気があっていいですよね。一応関東にも あるんですか。あんまり。ああ、一応ね、されてない。あるのはあるけど。メジャーではないけど、そうそうそう、一部のね、ごく限られたところ。そうなんです。
路面電車第2弾来ました。今度は向こうからこっちに来てくれてます。ほらバスみたいだけど違う、はい、結構前ですね、はい、いっぱい乗ってましたね。乗りたいですか？いや別に乗らなくてもでもなんか路面電車 の間のライトがすごい綺麗、ランプシェードっていうんですかね、すごい綺麗です。はい、今ですね緩やかなカーブを曲がってきたんですけれども、こちらのね堤防みたいなところがあって、この裏側が川になっているので、ちょっとね川沿いを歩きながら行ってみたいと思います。はい、こちらね信号青になったら渡って向こう側に出てみようと思います。今もだってさ夜7時半過ぎてるけどまだ明るいよ。そうですね、不思議な感じ、7時半過ぎなのに結構明るい。東京だとこの時間帯は結構しっかり暗くなってるはずなんですけど、あすごいこの階段すごくないですか、すごい急な階段はい、ほい、はい、上がってきました。すごいいい景色ですね、向こう側からずっとこちらが川上かな。はい、今ねこちら川沿いの道を歩いてたんですけど、ちょっとね街の方も歩いてみたいので、この街の方に行く道からホテルに向かってみようと思います。はい、この道歩いてたらですね、焼肉万来ということで、熊本名物馬刺しとかこんな感じで出てきてます。つけ麺屋さんがありました。結構ね熊本はラーメンも有名なので、あ結構入ってました、お客さん入ってました。あーラーメンいい匂い、ラーメンも絶対食べて帰りたいと思います。はい、こちらがですね道民院ということで、天然温泉六花の湯ということです。到着しました。はい、綺麗ですね、すごい。はい、結構ね大きな建物です。では中に入っていきたいと思います。夜鳴きそばいかがですか。こんなラウンジもあります。で6階なのでこのエレベーターで上がっていきたいと思います。はい、私のお部屋は614です。ですのでこの鍵で入っていきます。閉まってますね、すぐに入っても、なんだろう、入りました。パッと見て全部閉まってますね、いいですね。で、ここにカードを差し込みます。で、じゃあここがメインの部屋かな。あ、いい感じですね、これでメインの部屋がありました。はい、こんな感じでね、洗面が、洗面ともしかしたら別なのかな、お手洗いとかお風呂が、あこういうのもいいですね。はい、明るくなりました。でお手洗いがあって、はい、あシャワーなんだ。そうですよね、大浴場があるのでこの中はシャワーだけみたいです。あでもすごいすっきりしてていいですね。